はい、どうもことです。今日はね、リクエストいただいてました、エルレガーデンのスーパーノヴァの解説をしていきます。BPM が180の、チューニングはレギュラーチューニングです。はい、じゃあ早速解説をしていきます。はい、じゃあ早速イントロからやっていくんですけど、ちょっとね、今回ライブバージョンの、よくやるアルペジオのクリーンから解説をしていきたいと思います。でもこの曲確か2003年とか4年の発売だったんで、もう13、4年前の曲なんですけど、いや全然なんていうんですか、古臭くないというか、もう当時やっぱりすごかったんやなっていう感じがします。もう久々にライブ映像とか見ると、やっぱりいいですね、ルレガーデン。僕本当に当時すごいファンで、確かカラオケでレッドホットの PV が流れて、もうめちゃくちゃかっこいいなと思って、なんかあの頃テイストのバンドが全然いなかったんで、あれからですよね、そのエモーショナルっていう感じの単語が流行りだしたの。はい、じゃあライブバージョンの、アルペジオの、まず細見さんパートからやっていきます。バッキングですね。はい、これはね、パワーコードのアルペジオというか、これ結構シンプルなんで、普通にパワーコードの形を順番に低い弦から弾いていってる感じです。で、2周目のボーカル入った後のこの F のところが、ここでオンコード入るので人差し指離すだけなんですけど、ここだけ気をつければいけると思います。はい、じゃあ次ウブさんパート、リードの方ですね、やっていきます。はい、ここなんですけど、ずっとこのペダルトーンが、C ですね。結構ウブさんの得意技というか、このペダル音を動かさずに弾いていくっていうのが結構多いんで、じゃあ、ここから普通に CD 通り、音源通りやっていきます。で、まずイントロのバッキングからいきます。はい、ここは全部パワーコードです。じゃあルートの音をフレットで言っていきます。全部5弦ルートの、5弦の1フレットです。最初がで、次が3フレットで、次が開放ですね。で、また1フレットに戻って、3、0、1って感じです。で、一番最後の音だけ F ですね。じゃあここのリードパートをやっていきます。
はい、ここはオクターブ奏法です。でこうフレット移動を全部スライドでつなぐ感じですね。ここは結構シンプルなんで口で言います。オクターブ奏法の、ルートの音が5弦の最初が10フレットですね。で次が8フレット、これの繰り返しです。ここが12フレットに行きます。ここが7フレットです。はい、じゃあ次 A メロをやっていきます。はい、ここは全部、ブリッジミュートですね。パワーコードのこの手のここの部分をブリッジに乗せてちょっと音を消す感じでやります。はい、でコード進行が、ルート音が最初が6弦の1フレット、次5弦の1フレット、次5弦の5フレット、次5弦の3フレットです。これの繰り返しです。でこのサビの前の部分が、1フレットと3フレットです。はい、でここのリードパートが、って感じで、まあ、1フレット1音ずつ上がっていく感じですね。1、3、5、7です。はい、じゃあ最後サビやって終わります。基本的にパワーコードで途中でオクターブとかがちょっと入ってきます。でギターが2本いる場合は全然分けて弾いてもいいと思うんで、1人はずっとバッキング弾いて1人がそのオクターブ奏法とか行くみたいな。はい、じゃあちょっとゆっくり解説していきます。これはずっとパワーコードで最初が、5弦の1フレットルート音です。3、6弦の1フレット、でその次がオクターブの12フレット、5弦の12、18です。はい、で次繰り返しで、なんでここがちょっと難しいかもしれないです。6弦の1フレットの、あ、ちょっとピン、これ間にブリッジミュートが絡んでます。なんで6弦の、スライドで、一気に15フレットまでいってください。ちょっとねビブラートかけると雰囲気出ると思うんで、今日弦移動がすごいんで慣れるまでここだけ繰り返し反復練習した方がいいと思います。
ここもブリッジミュートですね。1フレット、5弦の1フレット、3フレット。で、ここがオクターブの8、7、5です。最後1、3。で、終わりです。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。エルレガーデン、まあ今結構モノアイズとかで活動してるんで、細見さんが。今の若い子たちってエルレガーデンのバンドをカバーとかするんですかね、ちょっとわかんないですけど。今後ね、ちょっとリクエスト結構来てるので、やっていこうと思います。まあ基本的に最新曲をやっていきたいというのはあるんですけど、まあなるべくそのリクエストも答えていきたいなっていうのもあるんで。はい、じゃあよかったらチャンネル登録お願いします。あとよかったら下の概要欄にサブチャンネルとツイッターのリンクとか貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。ではまた。